ビギナーランニングマガジンへようこそ感想教員牧野です今回はですねペーパー2と、えー、メタスピードスカイこれをちょっと比較してみたいと思います、えー、どう比較するかっていうともう客観的な部分ですねえー、単純にまず価格帯から考えていただくと、えー、ペーパーの方が26,950円 そして、えー、メタスピードスカイが27,500円と若干メタスピードスカイの方が高いのかなと本当何百円の差ですけれどもそして、えー、ドロップですね、えー、ベーパーの方が八ミリオフセット8ミリとでメタスピードスカイが5ミリというふうに違いがここではっきり出ています。 で、重さなんですけれども、ベーパーの方がやはり若干軽いですね。26センチでだいたい170グラムぐらいと。で、えー、メタスピードスカイの方が200グラム切るというぐらいの違い出てきます。で、ただですね、えー、個人的な感想で言うと、ベーパー2に関してはやっぱり2代目ということで、まあ、初代を体験しているという部分がありますけれども、えー メタスピードスカイに関しては、まあ、この間初見で履きましたけれども、まあ、ウィージンだというところで新しいもの好きの人の方はメタスピードスカイなのかなと思ってしまいますね。でただ履き心地に関してはやはりこうエンジニアドメッシュに変えているベーパーこれも足入れた感覚っていうのが多分フィット感いいと思いますんでそうなってくると選び方としてはフィット感で考えたらナイキのベーパー。 に変わっっててくるかなと思ってます、ねまあそんな比較対象というふうになってきますがやはりベイパーもでに好きな人はブラッシュアップしてる2で行くだろうですしあとは私みたいなもう初物すぎな人っていうのはメタスピードスカイというふうに分かれてくると思います。でまたもう一点考えていただけるとですねまあと入手困難か困難でないかですよ。 メタススピードスカイね、まだ手に入るんです、ね、ところが1週間経ちましたベイパー2に関して言うともう次々とサイズがなくなってきていますえー、2 5ンチがね、えー、残ってたかなっていう感じであとはもっと小さいウィメンズの方々はねまだ手に取れると思いますがこの希少価値というところでもうわーベイパー2欲しかったななんていう声が出てくるんではないかなと。 であるとまあまあいいかなっていう思ってしまう人も出てくるかと思いますしまああとはですねメタスピードスカインに関して言うと、えー、6月にですねエッジ統治しますので、えー、そこと比べたいっていう人も出てくるとこう選び方が難しいのかなと思っています。まあ、いずれにしろですね、えー、今手に取れる、えー、ものはメタスピードスカインの方が手に入るというところが一つ。 ポイントななのかなと思っていますまあとは本当に履いてみての好みこの区分けになってくると思いますがまあどちらがいいかというのはね両方履いた方でしかわからないかもしれませんけれども私もね2は是非ちょっと体感してみたいなと体感した上で今度履き心地もレビューできればと思っています。今回はでですすねね本当に客観的な目価、ねえー、価格帯、重さそして希少価値 そういったところで、えー、比べてみたという結果になりましたこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします感想教員マキムでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします